スです。マナです。今日はあんまり来ないところだね。ゴアクーティンザン。なんでグーティンザンなの？今私たちレンタルのお店の前に。何のレンタル？なんか私ずっとこの企画やりたい通訳機。確かに日本から来る人ってさ、中国語話せない人もたくさんいるよね。話せないよね、うん、でも私たちアプリも紹介したよね、うんうんうん、でもやっぱり通訳機の方が便利かな、うん、直接自分の言いたいことを言って、うん、直接通訳するそういう通訳機がある、うん、じゃあ本当に試せるか借りて試さないとだよね、うんうん、そしたらどうする？今日は検証するね。お通訳機が本当に通用するかどうか。ここじゃなくて後でシリンヨイシに行きます。やったーっていうことで今日の企画は通訳機で本当に使えるか検証します。この動画見る前にこのチャンネル登録して私たちのツイッターをフォローしてください。そこにリンクがあります。お願いします。最初はここグーティンザンに来ました。ここに通訳機借りれるんだね。そうこのお店の名前はごじゃどうぞ。でもこれあれだよね、事前に予約が必要なのかな。予約もできるし、直接この店来てもし通訳があったら直接借りる。でも予約の方が安全だよね。そう、じゃあ入りましょう。はいはい、もらいました。イエーイ、すごいね。しかもこの通訳機、うん、英語も日本語もネットなくても通訳できる、うん、もしフランス語、うん、そういうなんかちょっとむずいの、うん、言語ならネットがいる。そうだね。で今はもうどん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 なんか暗くなるよね。あ、やばい、行かないと。今からシリンヨイチに向かっていきます。着きました、シリンヨイチ。後ろ、今日は土曜日だから観光客がそうだね。で今日は何か食べたい？うわあ、どうしよう、夜市でしょ。しかもここはシリン夜市、台湾一番人気な夜市だよ。そうだよね、なんかある、食べたいもの。いろんなもの食べたいね。じゃあ最初簡単なやつから挑戦してみない？あ、いいよ。じゃあ最初簡単なやつで夜市グルメも一緒に楽しもう。はい、じゃあこの検証が始まりましょう。これ食べたい。でもこれさ、味結構いっぱいあるよ。私ならいつも海苔とエビ食べる。どっちがいい？海苔。海苔。じゃあこれ最初はこれオープンして、これ押したら通訳できる。海苔をください。でも、はいはい、これを見せるの？見せる。いくよ。 OK、 海苔一本。すごいすごいすごい。はい、どうもありがとう。シェシェ。順調順調。すごくない？ちゃんと来た。すごいね、わかるんだね、やっぱり。いただきます。海苔の酒間団子。おいしい。おいしい。これ最高。おいしい。これは2つ味がある。この酒間団子オリジナルと辛い。パウダーはいろんな味がある。これ味がね、かまぼこみたいな味で。おいしい。おいしい。ごちそうさまです。質問がある。台湾の料理なかなか日本語はない。そうだよね、ジーパイとかもそうだし。そう、私一番好きなのがビーファージョーなの。ビーファージョーなら、うん、日本語は何？さつまいもボールかな。でもなんかないかもしれないね。なるほど、そういう課題があるね。そう、じゃあまだ今さつまいもボールをください。分かった、やってみるね。さつまいもボールください。给我一杯白薯球。どう？ずつこれ少し当てる。あ、少し当てるんだ。でも全部正しいじゃなくて少し。どういうところが違うの？さつまいもなら中国語いろんな名前があるよ。あ、例えば地瓜、番薯、二つある、うん、でもこれ地瓜じゃなくてもう番薯球になった。でも多分通じる。じゃあ台湾人からすると合ってるけどちょっと変だなって感じなんだ。じゃあマナは何のサイズで地瓜球やってみよう。大きいサイズでさつまいもボール一つください。大号也给我一个红薯球。どうどう？多分合ってる。でもちょっとずれてた。あ、そうなんだ。どこら辺が違うの？中国語はもう大きいサイズでさつまいもボールもください。あ、なるほどね。ちょっと混乱しちゃうかもしれないな。これ見せるかな。やってみようか。実際の大きいの。大きいの。50円。はい、もらいました。でも通じる。でも店員さんはちょっと、え、
で、なんかもう一度大きいの、小さいので聞かれた通じるけど、合ってるか不安だったんだね。そうそう、じゃあ 100% の正しい文法っていうとそうではないんだね。そう、さっきの、ちょっと長すぎから、うん、もし大きいサイズください、だけだったら平気だったのかな、多分大きいサイズをください。给我一个大号。あ、合ってる。長い文章にしちゃダメなんだね。そう、とりあえず変えたということで。うわー、嬉しい、超嬉しい。これ超美味しい、めっちゃ美味しい。これ満足、これおすすめです。次さ、どうする？食べ物は確か多分大丈夫だって。なんか文法は全部同じ。何々ください。次が買い物かな。買い物？例えば赤い色ありますか。なるほど、難しそうだよこれ。試してみようか。いやいや、とりあえずこれ食べよう。食べやね。そうだよ。ちず、私これ欲しい。でも切れるかどうか聞きたいな。これ確かわかんないね。そうだよね、ちょっと聞いてみよう。試着できますか。能試穿吗。どうぞ。店員さん、店員さんね。おーのー、でも分かったってことだよね、これ。ということは成功だよね。試着ができないってことですね。まだ羨ましい。私も服買いたい。でもさ、あれ超セクシーじゃん。スタイルはめちゃいい人しか着れないよ。じゃあ私、これ私デブだけどこの服似合いますか。我也是、但在这衣服上吗。あれ、多分私の発音はあんまりはっきりじゃないから、もう一度。私デブだけどこの服似合いますか。我胖子、但是和这件衣服。あ、あった、あったあった。じゃあこの店員さんに。合ってる？そう。ああ、なるほど。通じてた。これめちゃ弾力がある。じゃあ私もセクシーになれるかな。見て。私たちさっき服買いました。順調に買いたい、うん、順調買ったよね。で今から何がもっとむずいかな。そうだよね。あとなんか時間、まあ6時32。どうした。ちょっと皆さん見せていいですか。全然いいよ。皆さん、うちのマナー本当にいい子だよね。これずっと使えるね。そう、一つのものずっと使える。見てください、この画面。本当にボロボロ。やっぱり、この間2日前にも言われたの。分かった、性格、この企画があるから、うん、じゃあこの企画の全部のお金が会社のお金だから。嘘。これ直せるの。直せる。だってまだ自分のお金買わない。買いたくないね。社長聞いて、これはなんかマナの安全のために、この子本当にかわいそうから無料で。嘘でしょ。いいですか。大丈夫かな。これ多分一番むずいの携帯の画面。難しい、なんで言えばいいんだろう。画面シートありますか。そう、多分一回やってみていい。はい。画面のシートありますか。ちょっと合ってない。ちょっとめちゃ釣れてた。なんて言えばいいんだろう。 iPhone の画面ありますか。ごめん、このせいじゃない、私の日本語力のせいだ。保護シートでした。じゃあどうぞ。保護シートありますか。有保护表吗。合ってない。保護シートありますか。有保護表吗。こんばんは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 。なんか見てくださってたね。毎日動画見て、なんか本当に台湾に好きになりました。すごいね、元気だね。そう、じゃあ私たち、さっきこれ画面保護シートがありますか。でもう完成した。これ中国はちょっと違うけど、多分わかるかな。わかるかな。社長のお金かな。私払うよ。行ってみようか。はい、どうぞ。This? うん。No. No. はい。シシエ。でも通じたよね。通じない。絶対ある。携帯のお店なんだから絶対ある。これ本当に難しすぎね。レシートならなんか別のワードになった。な
るほどね。じゃあまず中国語でなんて言うの？画面保護シート。荷物保護膜。それを日本語読みにすると保護膜。だから私多分もう一度最初はこれ、うん、中国語を使って何を通訳する。やってみよう。请问有荷物保护贴吗？保護膜がありますか？じゃあ保護膜でやってみようか一回。はい、どうぞ。保護膜はありますか？有保护膜吗？あ、てる。じゃあシートじゃなくて保護膜なんだね。保護膜になった。これでもう一回聞いてみるね。そう。Yes. Cell phone. うん。うん。やばい。うわー、気持ちいいこれは。はい、はい、終わりました。すず見てこれ、私の携帯じゃないみたい。本当だ、さっきのあれ全然違う。全然違うよね。そう、ついに書いたよね。やばい。私でも思ったのが、中国語と日本語でもちょっとさ普通の会話ならできます。だからデブだけど一つとかね。じゃああれだね、その単語単語が注意だね。しかもこれ欠点があるよね、うん、それはなんかはっきりもうなんかアナウンサーみたいな感じ。保護シートありますか？はい、そういう感じ。あとあの BGM とか流れてるとこの音でね拾っちゃうから、 それは注意だね。でも普通の会話はトイレどこにありますかとかそういうのだったら大丈夫だよね。もしこの動画よかったら多分じゅんちゃんと一緒でじゅんちゃんこれ使ってナンパする。あ、それ見たいね。というわけで今日の動画はおしまい。また次の動画でお会いしましょう。それじゃバイバイ。この動画が好きならこのチャンネルしてグッドボタンを押してください。それから私たちは Twitter もあるよ、フォローしてお願いします。下にリンクがあります。下にの日記へ。あ、当てる。それじゃバイバーイ。那就再见了。